だとこういう、もう下回転だと、上回転はこう、上回転はこういう意味です。下回転はここを過ぎた後に。下回転のイメージはだからこういうイメージです。で、こうラケットをこういって、ああ、切れてますね。こういうイメージです。下回転、上回転は当たった後にラケットを転がす。これはね、むずいよ。いろんな人に伝えてきたよ。みんなわかんないっていう。